日本無機動電車は、兵庫県にかつてあった、阪神急行電鉄宝塚本線の花屋敷駅、近くの花屋敷停留所と新花屋敷の間を結んでいた、無機乗電車路線。日本初のトロリーバス路線として開業したが、開業してから4年で廃線となった。宝塚仙花屋敷駅から 2km 離れた山奥には、かつて温泉が湧いていた。大正時代、 大阪震災橋で五福店経営に成功した田中和之助がこの地の開発を行うため、すでに設立していた野瀬口土地という会社を新花屋敷温泉土地と改め、温泉場と遊園地を整備した。しかしここは花屋敷から 2km 離れている上、坂が続くため、当時客、降楽客は難儀を強いられた。これらの客のために、 新花屋敷温泉土地は、フォードのオープンカーを運転していたのだが、より輸送力の大きい交通手段が求められた。しかし当時のバスは、性能が悪く、厳しい登り坂を登れるだけの力を持っているかどうか、定かではなかった。路面電車も、鉄車輪のため坂には弱い。そのため一部の国で導入されており、急勾配に強いと考えられていたトロリーバスを、 建設することにしたのである。田中自身は、運輸業の知識に疎かったため、高野登山鉄道の経営に参加していた、浮田秀彦を経営陣に迎えている。当時の軌動事業を管轄していた内務省は、初の例ということで困惑したと言われる。しかし1927年には、認可が下り、翌年開業させた。社名もこの時日本無起動電車と改められた。 トロリーバスは、新花屋敷の約700メートル手前のところまでの運行で、途中の筒子が丘が行き違いを行う交換所となっていた。方向転換は、起点の花屋敷停留所では、スペースの関係で、転車台を用い、終点の新花屋敷停留所では、ループ線を使用し、終点には他に、待合室と車庫があったという。道路は、未舗装であったため、トロリーバスの通る、 中央部のみ補装された。電力は、進行の深かった阪神急行電鉄から供給を受けた。車両は、日本輸送機製作所製の箱型のものが2両で、車体長5.5メートル、車幅1.89メートル、車高3.0メートル、定員28名、奥村電気製の20馬力直流電動機を2機と、二段変速機を、 装備しており、タイヤとボールベアリング以外はすべて国産だった。当時の記録によると社退職はワインレッドで、屋根が白色、倉庫と裾部分に黄色の細い帯が巻かれていたという。当初は延長も考えられており、第二期区間として万願寺山門まで、最終的にはただ神社を経て、のせ電鉄、ただ駅まで達する計画であった。 しかし実際に運行してみると、車体の重さのために舗装に亀裂が入り、それにより、ソリッドタイヤから振動が伝わって、乗り心地が悪いだけでなく、その振動がもとで故障も多発するようになる。その上運賃が高いため、下り坂となるキロはトロリーバスに乗らずに歩くものも、あった。さらには、昭和恐慌の煽りで、来客自体が減ったことから、成績は思わしくなかった。 借金に追われた田中は、失意のまま1929年に他界し、トロリーバスも1932年1月には運休し、4月に廃線となった。なおこの年、京都市で日本初の都市トロリーバスが開業している。車両は、その後、釣金山登山口における公衆便所に転用され、戦後に至るまでしばらく使用された。また軌道跡と河川柱も、 戦後まで放置されていたが、いずれも現在は撤去されている。花屋敷から、筒子が丘から、新花屋敷。ありがとうございます。